やった。危ねえんじゃね。あの前の人、え、いるかもしれない。これはすごいわ。いや、でもちょっとやばいな。え、やばいよね。あ、痛いな。え、これはやばい。いや、違う。真ん中ぐらい。右へ通るのにどこにいるの？下、池だから。その右側は、下は池だ。いや、でも日に当たると池落ちちゃうから。 前の組行ってんじゃねえよ。あれだな、木越えるのには難しいな、ちょっとな。木が高くて。うん。え？木越えやるか、じゃあ。チャレンジ。池越えなきゃいけないから。ああ、初代、オッケー。こりゃいい。飛んでる。 ちゃんのやったの？え？ちゃんの。そうそう。私の携帯。いいんだよ、踏むときは電話切っといて。うっちゃしくてな。たまに緊急のやつなんだ。それだけ作用するんだ。 ジュスプロ見てるね。下田でゴルフ行った。あれ？92点だったじゃん。あそこはフラットだからな。下田でフラットだね。下田でってなんでこんなあれであれで見つけた？え？下田。下田何？あ、セグウェイ。 セグウェイ、あれはアジア下田。アジア下田。あの上野のマンとか。アジア。でもあのこうパーティションにされてるこの窓が枯れちゃったから。今全部切っちゃったんだよな。だよね。あれあとあのオーナーが監督が。あれ。昔は評判良かった。 大丈夫だね。はい。じゃあ行きます。前より長い。今日さん。短い。使ってたやつより長い。短い。あ、これ45だ。これ44だ。おいしょ。おいしょ。あ、先頭あれな。 OK。やってみよう。これが見渡しだったな。石田君、一発目気になかったらもう一回打ち直していいから。初めて、いや、クラブ初めてだからね。初めてのクラブで。ゆうちゃんの。翔ちゃんが、なんか、クラブがねえかなって言うから、俺のとこに行こう。使ってねえクラブ使ってないよ。 おお、いいな。ね。当たったか最高だ。よろしくお願いします。はい、よろしく。当たるかな。当たるよ。普通に振ればいいんだ。おお、後ろ。これいいな。いいな、やっぱりゆうちゃんのやつは安全な。
初めて一発で当たったから。初めての一発で当たってから、カラス何から、ほら。じゃあ5000円で。5000円だと。安かったんだって。この昨日、ゴルフファイブのあれ見てたら、俺はいいわ。デクションだっけ、あれの、一番いいやつ、8万円だ。8万円プラス税だ。5000円だからな、ただみてえなもんだよ。ほんと使ってねえべよ。使ってねえ。はい、注目。はい。じゃあ、一番から。はい、先生。田村プロ。ナイスショットですね。おぉ。ナイスショット。1倍でも。1倍だよ。さすがやってたかな。分かったら振ってっかな。これ、あの、シャフトがやばいかな。左、左だな。はい。これはS。これはアイランドで変わるかね。これはアイランドだ。ナイスショー。全然違うもん。いい当たりだ。ナイスショー。それグロ、え？いいじゃないか。そのドライバーいいな。え？あっけんじゃねえかよ。あっけんじゃねえかよ。もうこうやるだね。いいね。お、狙った。フェードをかけて、ギリアンバイに曲がってきた。大丈夫？ギリギリだよ。ギリギリだったな。カートミスのこう。なんとか超えたかな。ギリギリだな。この方向だとマシに。残ってる。ラッキー。そんな感じ？落ちた？クリアだ。まだまだ打たないから、打てないから、
Yep. じゃあ気合入れてやるか、うん、まあ午前中はあれだ長くして午後から大勝負で、うん、なんかこれ午前中長く感じんね、うん、あれ前が詰まってからだな。そうだよね、リズムが悪い。飛行機になってやっとんじゃねえよ。これはダメだな。これは OB だな、きっと。飛行機になってやっとんだろ。え、飛行機やな。プレイング4でやろうかないな、うん、かなり右吹けだから、うん、かなり吹けちゃうからな。いや、たまたまいいの持ってるよ。いい。これここらでいいな。ちょうど。十分。
サウンド。サウンド？こっちな。そんなあるね。これ誰？忘れもんか。誰か忘れてない？よいしょ、ナイス。あ、今日、どうだ、入っちゃった。上げすぎか、ちょっと。ね、方向性は良かったんだよ。ちょっと上げすぎちゃったが。まいったな。まいったな、これ。これ、プレイング4だ、お前。うん、どうだこの野郎。まいったな。まだかだ。まおいしょ。ちょっと。ちょっと。ちょっと。いい君、苦労してます。あ、また入った。危ねえんじゃね、あの前の人あ、立てたかいるかもしれない。これはすごいわ。いや、でもちょっとやばいな。え、やばいよね。あ、え、痛いな。え、いや、これは違う。池に入ってる。朝ぐらいで。池どこにあるの？下は池だから。そう、右側は。あ、下は池なんだ。いや、でも日に当たると池落ちちゃうんだよな。朝ぐらいでダメ。いや、前の組行ってんじゃねえか。あの、あれだな、木こういうのには難しいな、ちょっとな、木が高くて、うん、え、木、木をやるからじゃチャレンジ池越えなきゃいけないから。あー、初代、オッケー、こりゃいい、飛んでる。それグロ、え、いいじゃないか。そのドライバーいいな。狙った。フェードをかけて、ビリアンバイに曲がってきた。大丈夫？ギリギリだよ。ギリギリだったな。カートミスのコース。なんとか超えたかな。ギリギリだな。この方向だと回しに来た。セルフがラッキー。そんな感じ？落ちた？クリアだ。
まだ、まだ撃たないから、撃てないから。どれ、じゃあ気合い入れてやるか。うん、まあ午前中はあれだ、流して午後から。大勝負で。なんかこれ午前中長く感じんね。うん、あれ前が詰まってからだな。そうだよね。リズムが悪い。あー、行っちゃった。これは飛行機になったやつじゃねえよ。これはダメだな。これは OB だな、きっと。飛行機になったやつなのよ。え？飛行機やな。プレイング4でやろうかないな。うん、かなり右吹けだから。いやー、田中いいの持ってるよ。もうなしょ。いい、これここらでいいな。ちょうど十分。
風なんか計算できないよな、風が。 左、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 左
ボギー。もったいない。おだね。あれ食べる。どうした？一応か。三度。三度？どちら？死んだのね。おだね。じゃ忘れました。あれが忘れてない。こんなに詰まるなんて珍しいね。おのふ？おのふが悪くない？テーラーメンが好きで大体交換するようになってるんです。ドライバーアメリカで買ってきたら合わねえんだよ。だってアメリカ強くなどアメリカで売ってちゃんと使ってやったらいいですね。なんでダメだよ。調子いいね。調子良さそうだよ。最後のスタッフ、え？ベスグロ田村さんだよ。うちの方はパート作る石井さんだ。パート取った取った。いや、すごいパワーいいね。いいね。俺までパーだって10回でまだ行ってないじゃん。そのショートホールでんえショートホールでやってんだよ。違う、どこで取ったの。ほらほくしょう。どこだ、何ホールだっけ。4ホールか4ホールのとこだ。あのクリークがあって、あ気持ちよかった。ハワイ。あ、パー取れたの。このクリークの名前で良かったじゃん。うん、俺ボール強かった。あれ一番よく飛んだんだよな。飛んだんだ。あ、何？スリクソンか。うん、あ、うん？あった。あ、スリクソンあった。あった。あれ？コマン。あ、だってあったよな。あったさって。いい当たりしたか俺。本当に願ったんだよ。それからフリソンは思いっきりあるしだよな。これ優勝じゃないかって言う。これ手前だねえの。短い。上がりすぎる。ほら。短いだ。え？ OB だよそこ。OB。なんでそんなに高く上げる必要ないだろ。上がっつった。何言ったんだ。九番。これは結構上がるんだよ。すくっちゃってんじゃないのね。まあ、120のはずなんだけど。あら、左行ったから。左だろ。ちょっと手前だけどね。いや、距離はいいんじゃねえの。離れてたの。お、後ろ。なんで？俺ダブだ。俺ダブだよ。ダブ？うん。どういう意味じゃねえの。あー、なんで
こんな短いとこ乗んないよ、これ。130ぐらいのとこ。当たんないんだよな。ねえ。みんな左に行くちょっとだよ。アプローチ勝負だな。プレイングフォーダー。フォーダー。短い限りの練習やってないからな。ダフだ。あ、息入っちゃったよ。ダフだったよ。もったいないな。すいません、ね。だから練習だからもう一回打ち直しされよ。練習だから。一応ほらフリング方にはなったけど、やったのがいいよ。練習。もったいないもんな。後ろいないし。いないし。もう最初組だよ。練習練習。俺もね、最後でやっぱりショートで練習やるんですよ。5、6発打って、あの、ニアピン少し来そうかなって。遅いわ。後ろ車でやっててもいいかもしれない。うんだよ。打たせりゃいい。最後だ。ああ、これダメだ。右だったの。みんな、悪い。すいません。行くべ。すみませんね。え？